じゃあ、じゃあ、はい、佐伯さん、俺が34の時に入ってきた。で、豊さんのその時の年齢は僕知らない。違う違う違う、俺1年しかやってない。93年です。あ、だからそれ1年間だけ。そうです。よく頑張ったな、今。いきなり、いやいやいや、話がポン飛びましたよ。いや、飛ぶんだけど。いや、いろいろお前もさ、はい、なんか、やんちゃブロックでさ。違います。いやいや、お前真面目そうで、意外とやんちゃ。逆です。はい、やんちゃそうで真面目そうです。ちょっと、本当ですよ。逆ですよ。ちょっと待って。そんなイメージ植え付けないの。いやいや、お前のやんちゃは、性格的なやんちゃが、結構俺に似てるよ。え、でも、いや、はっきり物を言うと、僕の方が多いですよ。何髪の毛。まあまあそういうことでもない。やさき。おいし。頑張れよ。あ、タイトルおめでとう。はい、山崎やさきね。後輩ですけど、どうですか。楽しい。最高のピッチャー。でもその時佐々木なんだよな。僕の時は佐々木さんですね。いやもう、山崎よりも安定感あったよな。いや、でも、トータルで見てというのを、ね、その都度その都度佐々木さんもいい時悪い時っていうのがありましたし、その時代も変わってますし、まあ、そこはやっぱりどっちもいいです。僕のうまくなったの話がうまくなってないです。本音で言ってるの。でもお前さ、解説聞いてたら年々腕上げてるだって本音ですもん。いやいや、本音じゃなくて年々腕上げてないよ。上手くなってるやってください。これ上げてないよ。まあ、まあ勉強してる。そうですね。いろいろそういう本を読んだりとか。例えばどういう本？あの話し方の本とか。話し方の本とか、その人に伝え方の本を読んだりとか。あとマネジメントの本。そんなは読まない。マネジメントの本を読んだら勉強になる。マネジメントと言いますとどういう？例えば、ドラッグ。ああ、そういうやつですね。はい、それは絶対勉強になる。ぜひ。三国志は読む。三国志読むんだったら、孫子読む。そっちですね。あ、読んでる。はい。そうね、何回も読む。いや、ここで、はい。ちょっと新聞の仕事で、ここで見るか、上で見るかっていう、今ちょっと合図が。これが分かんないんだよね、撮ってるっていうのはね。どん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 差し込んでくるけど、今の DNA を見てどう思う？どう思う？まあすごいと思うところもあれば、物足りないと思う。まあ、例えば物足りないっていうところだと、まあやはりその個々の意識というものをね、やっぱり接してないからわからない部分もやっぱりあるんですけども。やっぱり野球っていうのはそれぞれ役割分担みたいなスポーツじゃないですか。だからその役割分担というものがもうちょっと明確になればなというのがありますね。まあ選手個々に。そうですね。まあコーチも含めて。それは僕はそこに関しては。ああ、そう。まあ今年 の優勝予想ってどこにする？僕ですか？僕はすみません、カーブ。あ、カーブだね。はい、これはジャイアンツ。まあ、今日にも生まれそうだね。ちょっと目の前で見たい。今日解説じゃん。はい。いや、目の前で見たいというか、その選手の時にその相手チームの優勝というのは、ね、見たことがあるんです。その時はどうだった？やっぱり悔しい。すごく嫌だった。まだ強かったね。弱い時もありますけども。でも俺らもお祭りが来たみたいな感じだったもん。目に焼き付けといて、あ、こういうシーンを俺たちもやりたいなっていうので見たかったんです。逆にそれ見たくなかった。僕は見たくなかった。やっぱ強かっただから、ただ今日この解説者として初めてこういうところで仕事させてもらって、どういう感情になるかっていうのは自分の中では楽しい。まあでも今フラットの気持ちで見てるんですよ。すごくフラット。まあ気持ちは DNA とか中日にあると思うんですけど、でもフラットの感じで見てるから。あ、全然フラット。いや、だからやっぱそのシーンっていうのはやっぱ勝ち抜いた姿を見れるっていうのは、はい、やっぱ結構美しく感じるかもしれない。そうですよね。なんか今年1年
今僕としてはジャイアンツも僕たちが戦ってきたジャイアンツは全く違う、違うカラーのジャイアンツ。だから、ね、なんかそういうジャイアンツがっていうのもあるかもな。でもそれを本当に必死に阻止する DNA の、まあそうですね、姿もがく姿、ね、そうですね、あれ見てみたいですね。ちょっと今度さ、はい、YouTube にオファー出すから、はい、から、はい、出てくれますか。いや、嫌です。なんだこれもう出てるっつうの。それは嫌。いや、これはね、ファンが待ってるの。待ってないです。待ってる。書面に出してきてください。待ってるかどうか。いや、ちょっと待って。これはセカンドチャンネルで、ね、ちょっと待って、セカンドチャンネルで出るんだけど、はい、いやだけどそのコメント欄に、あ、佐々木さんの話がもっと聞きたいっていうのを必ずこう視聴者は送ってきてくれる。いや、そしたら出てちゃう。なんだみんな待ってるって。待ってない。待ってる。そんな昭和のブロガーみたいな黒き方です。昭和のブロガーかい。まあそれでもいいよ。それでも落ちるんだったら。え、落ちないです。落ちる。いや、まあ、あの谷繁も出てくれてる。喜んで立ち並みも出てくれてる。そうなんだ。そうです。そこのメンバーには僕は入れない。いや、入れない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 。ね、なんか出てんね。うんって言えよ、お前。前向きに検討させて。わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう先輩が頭下げますから、はい、ね、はい。ということです。はい。ね、佐伯さんでした。ありがとうございました。